は、中英語、中期スコットランド語で使われた文字である。高校外接近音もしくは何らかの難校外音を、表す。これは古英語の字の音韻変化から来るものである。しかし中英語の筆記法でその字型は、次第に、エッジュと区別がつかなくなり、中期スコットランド語で高校外接近音を表す。ヨッホは、草書の Z と混同され、スコットランドの印刷口は、ヨッホが、 使用不可能の際は Z で代用することもしばしばあった。そのため、現在、一部のスコットランド語の単語では本来ヨッホのあるべき位置に Z が置かれている。またヨッホはその形状が似ていることから、オンラインではアラビア数字の3で代用されることもある。このようにヨッホは、英語がまだ体系化されていない時代の文字である。ため様々な混乱を招いているのである。 フランス東方考古学研究所によって採用されたユニコード準拠の本字体系では古代エジプトのアレフのグリフの本字としてこの4本の文字の使用を推奨したエジプト学で実際に使用されている等の記号はで左に開いた二つの半輪であるユニコード5.1以降符号一を割り当てられたこちらも数字の3で代用されることがあるホッタリ 2498ヨグの文字。ヘローグ英語詩ブログ。2018年4月11日閲覧。AB 彫った隆一。1914 G の仲間たち。ヘローグ英語詩ブログ。2018年4月11日閲覧。AB 彫った隆一。447ディールマッケンジーベンジーズの Z ヘローグ英語詩ブログ。 2018年4月11日閲覧。パリサスデカレクテア。アンスティチュフランセリー。アーキアロジオリエントレイ。レケア。2014年9月13日閲覧。ありがとうございます。